ペトラシェフスキー書継直前のペトラシェフスキー、ミハイル・バシー・リエヴィチ・ペトラシェフスキーは、ロシアの社会主義者。1821年、貴族の家系に生まれた。ペテルブルクで学んだ後、外務省の翻訳官となった。徐々に、社会主義思想に関心を抱き、当時は禁書であった三モン、フーリエなどの著作を保有し、勉強サークルを主催していた。しかし、 1849年4月に警察によってサークル員が逮捕され、ペトラシェフスキーを含む延べ21名に重殺刑の判決が下された。1849年12月22日、処刑場であるセミョーノフスキー連兵場へと連行され、彼を含む3人が最初に処刑されるグループとして柱にくくりつけられた。処刑のため重口が向けられた段階で、 原型という皇帝からの直令が読み上げられたため、処刑は行われずに流刑となった。この際の21人の中には、ドストエフスキーやニコライ・ダニレフスキーなどが含まれていた。御社によって流刑が解かれた後も、ペトラシェフスキーは社会主義運動に加わり続けた。1866年12月19日に死去。ありがとうございます。